半身論とは心の哲学において心や心のような側面が現実の基本的かつ偏在的な特徴であるという見解である。心は宇宙全体に存在する世界の基本的な特徴であるという理論とも表現される。半身論は最も古い哲学理論の一つであり、タレス、プラトン、スピノザ、ライプニッツ、ウィリアム・ジェームズ、アルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッド、 バートランド・ラッセル、ガレン・ストローソンなどの哲学者が提唱している。19世紀には、反身論は、西洋思想における、デフォルトの心の哲学であったが、20世紀半ばには、論理実証主義の台頭により衰退した。反身論という言葉は、ギリシャ語のパンと、プシュケに由来する。プシュケはギリシャ語のプサイカヨメガに由来し、生命、魂、心、精神、 心、生命の息吹などの意味がある。プシュケの使用には議論がある。なぜなら、プシュケはソウルと同義であり、通常は超自然的なものを指すと考えられているからである。現在、文献で見られるより、一般的な用語は、マインド、メンタルプロパティーズ、メンタルアスペクト、エクスペリエンスなどである。半身論は、 心あるいは心に似た側面が現実の基本的かつ偏在的な特徴であるとする。また、心は宇宙全体に存在する世界の基本的な特徴であるとする理論とも表現される。反信論者は我々が自らの経験を通して知っているタイプの精神性が様々な自然体に何らかの形で存在しているとする。この考え方は様々な形をとっている。 しかし、現代の学術的な支持者は、感覚や主観的な経験は、どこにでもあるとする一方で、これらの性質をより複雑な人間の精神的属性とは区別している。したがって、物理学の基本的なレベルの存在には、原始的な形態の精神性を認めるが、岩や建物などのほとんどの集合的なものには、精神性を認めない。半身論の名で呼ばれることのある。 様々な考え方、及びそれらと関連する様々な立場。アニミズムはすべてのものに魂があると主張し、物活論はすべてのものが生きていると主張する。こうした立場を反信論と解釈することについては、現代の学術界では支持されていない。現代の反信論者は、この種の理論から距離を置こうとしており、経験の偏在性と心や、 認知の偏在性との間に区別をつけるように注意している。心理学、とりわけ発達心理学の分野では、上と似てはいるが、若干違った意味で、アニミズムという言葉が使用される。子供は、その成長段階のある時期において、すべての対象を心を持つ存在と考える傾向、すなわち擬人化して捉える傾向があることが知られている。こうした傾向のことを、 心理学の世界では、アニミズムと呼ぶ。上述のタイラーのアニミズムにちなんで、1968年、スイスの心理学者、ジャン・ピアジェによって命名された。例えば子供が自分の持っているぬいぐるみが、喜んだり、痛がったりしている、と素朴に信じているのは、こうしたアニミズム的思考の典型である。この、ピアジェのアニミズムも、反心論的世界観の一つとして扱われることが、 ある。実験発達心理学者は、ピアジェの視点を部分的に支持する研究を行った。1940年代に、アルベール・ミショットは、画面に映し出された二つのオブジェクトが、それが人や動物の形をしていなくても、一方がもう一方の後を追うように動いている時には、追いかけていると認識されることを明らかにした。1987年には、アラン・レスリーが、 この認識が幼い子供でも起きることを発見した。レスリーらの研究によれば、わずか生後半年の乳児でも2つのオブジェクトが単に動いているだけなのか追いかけているのかで異なる反応が起きる。これは人には生まれつき、あるいは発達の非常に早い時期から動くものには意図や意識があるのだと想定する能力があることを示しており、心の理論。 または素朴心理学とも呼ばれる。観念論、または、唯心論は、意味にかなり幅のある言葉である。しかしその中でも極端な形をとる場合、例えば18世紀前半のアイルランドの聖職者、ジョージ・バークリーによって提唱された、物質否定論では、この世界に、本質的に存在するのは心的なものだけであり、物質的なものはそこから派生した見せかけの存在に、過ぎない、 といった考え方をする。この考え方に従うならば、当然すべての存在は、その本質として神的である。そして神的でない存在など何一つありえないことになる。こうした観念論は、時に半神論の一つとして語られる。対立する立場は、唯物論である。半経験説とは、現象的意識、クオリアといった、神的経験が、 脳や神経細胞といった挙手的なスケールで初めて生まれるのでなくもっと根本的なレベルにおいてすでに何らかの形で存在しているはずだという考えのこと。すなわちクオークやレプトンといった物理現象の基本構成要素自体に現象的意識やクオリアの元となる何らかの性質が含まれているのではないかとする説。こうした半径建設は 1990年代頃から集中的に議論されるようになり、現在、心の哲学を中心に、その詳細が議論されている。代表的な論者に、デイビッド・チャーマーズ、カレン・ストローソンなどがいる。歴史的には、こうした考え方は別に真新しいものではなく、例えば17世紀後半のドイツの数学者、ゴットフリート・ライプニッツによって提唱された、モナドロジーにおいても、 そうした世界観が提示されている。こうした考え一般に対立する立場にあるのが創発説である。創発説では物質がある挙手的なレベルで特定の配置を取ったとき、初めて現象的意識やクオリアといった心的経験が創発すると考える。アニミズム関連論半経験説全般英語のページ。ありがとうございます。